ブランコ、いきなり安藤もピンチ。あーっと、ノークラシー、これはねスライダーだと思いますけれどもね、はい、だから功績見るとまあまあ、山脈ガリバー旅行機っていう感じがするんですよね。さあこのグレートの打球がぐーんと高々と行きました。高々と、誰も手を出せない世界でした。力もありますし、うわーっと、これも高々とすごい大きな、楽しみですが、ね、6番オリックスのペーニャ、これはものすごいぞ、どこまで行くんだ、冗談ですか。カメラもちょっと追えてないんじゃないですか、これは。スライダーだったと思いますけどね。4番として思いっきり振り抜く。清原レフト、これはホームラン、すごいホームラン。
れていますが、さあこの大きなバッターの、あ、いったか、ぐんと伸びる、もうライト一歩も浮かず中段に入ります。ものすごい当たりでした。真ん中やや低め、ね、そうですね、あのスライダー、スライダー、はい、真ん中低め。川の時に盗塁を一つ決めていますが、いい当たりだ、伸びていく、ポール際どうだ、見送っている、入りました、22号、ツーラン、高くね、はい、これは松田から一番好きなとこですね。道谷さん、はい、ちょっとスタンドの、これももういわゆる真ん中低め、ちょっとインサイドにかなっていうけど、まあほとんど真ん中な感じですよね。3番バースのボールカウントは1エンド1。ライトスタンド最上段にセントラルリーグ7本目の満塁ホームラン。水野、120m ありましたか、バックスクリーン左、回の裏、大阪桐蔭4点追加。昨日は5点差を逆転された日本ハム、阪神の追い上げムードを断ち切ったのは7回の新庄。ランナーを一塁に置いて思い切り振り抜いた当たりは2試合連続の13号ホームラン。日本いい当たりだー、